ブラック・クローズはアメリカのロックバンド。クリス・ロビンソンとリッチ・ロビンソンの兄弟を中心に結成され、ハードロック、ブルースロック、サザンロックを吸収した音楽性で人気を得た。ジョージア州アトランタで、ロビンソン兄弟を中心にミスター・クローズ・ガーデンが結成される。そこにジェフ・シーズ、ジョニー・コルト、スティーブ・ゴーマンが加わり、1989年に、 ブラッククローズと解明して、デフアメリカンと契約。1990年にデビューアルバム、シェイク・ユア・マネー・メーカーを発表。オーティス・レディングのカバー、ハード・トゥ・ハンドルが、全米26位となり、アルバム自体も全米4位を記録。1991年には、モンスターズ・オブ・ロックに出演した。シーズに代わって、バーニング・ツリーのマーク・フォードが加入し、また、 エディ・ハーシュが加わって6人編成となったブラック・クローズは1992年セカンドアルバムサザン・ハーモニー発表を全米1位に輝いたこの年に初来日公演を行ったその後同じラインアップでアモリカ3ス,スネークスワンチャームを発表を一時の勢いは失ったがいずれも全米チャートのトップ22ランクインその後 フォードとコルトが脱退。傲慢の旧友であるスベン・パイピーンを迎え、ギタリストはリッチ一人の状態でコロンビアレコードに移籍し、バイユアサイドを制作。そして、クライオブラブのオードリー・フリードを加えてツアーを行い、7年ぶりに再来日を果たした。1999年10月にはジミー・ページと共演し、レッド・チェッペリンの曲を中心に、 エルモア・ジェームズなどのカバーも取り上げた。その時の模様は2枚組ライブ版、ライブ・アット・ザ・グリークに収録されている。2000年にはページと共に来日する予定だったが、ページの体調の問題でキャンセルとなった。パイピーンの解雇、フリードの正式加入、V にレコードへの移籍を経て、リッチがベースも兼任する形でライオンを制作。 7月にライオンズツアーで4度目の来日。アンディフェスをサポートベーシストに迎えて活動を続け、また映画アイ・アムサムのサウンドトラックにビートルズのカバー、ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイヤモンズを提供。しかし、2002年には活動を停止してしまう。クリスはクリス・ロビンソンザニュー・アース・マッドを結成し、リッチはソロアルバム。 ペーパーを発表。ブラッククローズのライブ2005年3月、ロビンソン兄弟と、フォード、ハーシュ、パイピーンが集まってブラッククローズを再結成。ドラムスは、ビルドブローが務めたが、ほどなく、オリジナルドラマーの傲慢が復帰。その頃のライブ音源が、ライブアルバム、フリークンロール、イントゥ・ザ・フォッグ、ライブアット・フィルモアとして発表された。 サマソニー霊語にて来日。2006年には、フォードと、ハーシュも脱退するが、ポール・ステイシーとロブ・クロワーズを加えて、活動を継続。なお、ステイシーは、ザニュー、アースマッドで、クリスと活動を共にした他に、オアシスの、スタンディング・オン・ザ・ショルダー・オブ・ジャイアンツ以降のアルバムに、サポートメンバーとして加わってきた、マルチプレイヤーである。 2007年8月に開始されたツアーでは、クロアーズに代わって、アダム・マクドガルが参加。2007年末、ステーシーに代わりルーサー・ディ・キンソンが加入。2008年、バンド自身のレーベル、シルバー・アローから、アルバム、ウォーペインと発表。サザン・ハーモニー以来久しぶりに、全米チャートのトップ10入りを果たす。2009年、アルバム、 Before the Frost とダウンロード版アルバムアンティル・ザ・フリーズを発表。2010年8月3日、これまで発表してきた楽曲のアコースティックバージョンを収録したデビュー20周年記念アルバムクロオロジー発表。同12月、無期限の活動休止に入るも、3年後の2013年3月24日より、行われた前衛ツアーで活動を再開し、引き続き、 久々の全米ツアーを観光。バンド活動と並行して、ロビンソン兄弟のソロでの新曲も連続的にネット配信されたが、バンドの管理権をめぐるトラブルで、ロビンソン兄弟間の関係が再び悪化したため、2015年1月15日に再び解散したことを、リッチ本人が自身の Facebook のページで宣言した。 解散後、兄のクリスは、ライアン・アダムス、ジェームズ・イハとの活動でも有名なニール・カサールらと2011年に結成し、ブラック・クロウズと並行して活動してきたバンド、クリス・ロビンソン・ブラザーフッドに活動拠点を移し、主にジャムバンド界隈で精力的に活動中。2018年1月には、ブラック・クローズ時代の楽曲をセルフカバーするために結成された。 アズザクローフライズとグリーンリーフラスラーズの二つのバンドを結成。なお、前者ではライオンキのバンドメンバーであるオードリー・フリードと若手ブルースギタリストのマーカス・キングがそれぞれギターを務めている。弟のリッチはしばらくソロ活動を続けた後、ブラッククローズ時代の旧友、フォード、ハーシュ、パイピーンと共にマグパイ・サルートを結成。 2016年11月4日、マグパイサルート結成直後に、キーボードのエディ・ハーシュが59歳で急成。2019年、ハワード・スターン賞内において、ロビンソン兄弟が和解したことを明らかにし、さらに、シェイク・ユア・マネーメーカー発売30周年のツアーを計画していることも明かした。2019年11月11日のニューヨークでのライブで、 三度目の再結成を果たした。ロビンソン兄弟以外のメンバーは一新され、アースレス、ゴールデン、ボイドのアイザイアミッチェル、元テデスキトラックスバンドのティムル・フェーブル、ジョエル・ロビナウ、ラジオ王者が参加した。ツアーは、新型コロナウイルスの影響で中断され、2021年夏から秋に延期された。2021年5月、再調整されたツアーの日程と同時に、 パイピーンの復帰を発表した。6月、ブラン・リカー・ライルや、リチャード・マークス、パティ・スミスなどのツアーに参加した、ブライアン・グリフィンを、新ツアーメンバーに迎えることを発表した。スタジオアルバムライブアルバム、セットリスト,ト .fm ソールドアウト。2017年3月29日閲覧。セットリスト,ト .fm。2017年3月29日閲覧。 セットリスト .fm ライオンズツアー2017年3月29日閲覧セットリスト .fm2017 年3月29日閲覧クリスは2002年10月22日のインタビューでノエル・ギャラガーを介してステーシーと知り合ったことを語っている http://www.cdjournmal.com <m call> スラッシュメインスラッシュニューススラッシュ the-black-crowes スラッシュ30625ブラッククローズが無期限の活動休止にアコースティックセルフカバー集の発売も発表 CD ジャーナルハットブラッククローズが約3年ぶりに活動再開デイリーニュース ビルボードジャパンハットブラッククローズが活動再開、英米ツアーを発表。アマス、ハットブラッククローズのクリス率いるクリス・ロビンソン、ブラザーフッド、バッドランズ・ヒア・ウィー・カムとトレーン・ロバーズが視聴家アマス、ハットブラッククローズのリッチ・ロビンソンがバンドの解散を発表洋楽ニュースロー69、ロッキングオンの音楽情報サイトハットグリーン。 アンディクリス・ロビンソン・オン・ホワイ・ヒーズ・レディー・ツー・シング・ブラック・クローズ・ソングズ・アゲイン。ローリング・ストーン、https、www. ローリング・ストーン・ドット・コム、ミュージック、ミュージック・フィーチャーズ、クリス・ロビンソン Music. Music ・オン・ホワイ・ヒーズ・レディー・ツー・シング・ブラック・クローズ・ソングズ・アゲイン -123233、2018年11月17日閲覧。 元ブラッククローズクリス・ロビンソンの新プロジェクト、ボブウェアも参加した最新ライブのフルセット映像を公開、アマス、アマス。2018年11月17日閲覧。ブラッククローズのリッチ・ロビンソンが、新バンド・ザ・マグパイ・サルートを結成、ブラッククローズメンバー4人が集結、アマス、アマス。2018年11月17日閲覧。 ホーマーブラッククローズキーボーディストエディハーシュ d s a t アット59ビルボード HTTPS www.billboard.com アーティクルズコラムスロック7565651エディハーシュブラッククローズキーボーディストデッド2018年11月17日閲覧ありがとうございます